里崎、ぶっちゃける?元ロッテで野球評論家の里崎智也氏が、フジテレビ、ポカポカにゲストとして生出演。現在の収入について語った。元日本ハムでタレントの杉谷拳士と共に、ゲストに対する勝手なイメージについて語るコーナーに登場。現役時代より儲かってるっぽいとのイメージを振られると、二人揃って、松の札を掲げてみせた。里崎氏は2006年から2013年までの推定年俸では1億6000万円が最高額となっていたが、さすがに現役時代よりは儲からないですねとコメント。いや本当、現役はすごかったっすね。それはなかなかさすがに難しいですねと打ち明けた。現在の仕事については、解説、評論、あと野球教室行ったりとか、あと公園行ったりとか、もちろん YouTube もありますしと里崎氏。どの割合が大きいのかと問われると、YouTube は3、40% ぐらいなんですよ。ほぼ毎日更新してるんでと説明した。里崎は働きすぎや、マジで一日も休みないレベルで全国飛び回ってるだら。里崎 YouTube は全試合ごと、試合コメントして週一で繋げてるし、頑張ってはいる。まあ一般ピーポーからすれば、里崎くらいがちょうど良いんやろな。現役時代より太ってるも聞いてほしい。現役時代から打ってよし、守ってよし、喋ってよしの三拍子揃ったキャッチャーで有名だったから。こ、坂東栄治氏、川上健信、里崎。徳島県出身の野球選手のトークスキルの高さの平均値を爆上げしてる三人。坂東栄治を勝手に殺すな。死んでねえよ。これぐらい喋れて面白いと番組も使いたくなるよな。絶対現場に戻らんよな里崎、今の方が楽しいし儲かるし。話し方が少し癖がある感じがするから好みは分かれそうやけど、ワイは好き。多忙の割に痩せないよね。健康診断絶対引っかかってるやろ。頑張りすぎってのはわかる。少しは休まないと倒れるぞ。